皆さんお疲れ様でしたそれでは2018年5月担当式試験の回答速報を始めます、えー、企業法担当いたします森村と申しますそれではまず早速回答ですね回答をご覧くださいでは読み上げていきますね まず回答からですね。問題1が2問題2が3問題3が6問題4が6問題5が5問題6が5問題7が4問題8が4問題9が5問題10が6問題11が2問題12が5問題13が3問題14が4問題15が1問題16が3問題17が2問題18が3問題19が4問題20が1ですね。 5つずつ読んでいきますと23665544562534132341ですねもう一度5つずつ読んでいきます。 三二三四一です。で、正当可能性もまあここに書いてある通りなんですけども、問題一が正当可能性低いというのは難しいってことですね。問題一が低、問題二が中、問題三が高、問題四が高、問題五が中、問題六が高、問題七が中、問題八が高、問題九が中、問題十が高ですね。 問題十一が高、問題十二が中、問題十三が高、問題十四が中、問題十五が中、問題十六が高、問題十七が中、問題十八が中、問題十九が中問題二十が低ですね。で、えー、出題分野なんですけれどもまず問題一と問題二が商法ですね。で問題三と問題四が設立、で問題五六七が株式。 で問題八が資金調達、で問題九十十一十二十三の五問が期間です、で問題十四十五が計算、問題十六が持ち分会社、問題十七十八が組織再編、で問題十九と二十が金融商品取引法ですね、まああんまり、えー、例年と変わりません、えー、問題一と問題二が商法で 問題3と4が設立問題567が株式問題8が資金調達、まあ、株式と資金調達っていうのはあの大体合わせて両方合わせて4問って感じですのでそこも例年とあんまり変わらないですねで、えー、問題910111213の5問が期間ですねで問題1415が計算問題16が持ち分会社問題1718が組織再編で問題1920が金融商品取引法ということですね。 で難易度ですが、えー、難易度を、えー、高中低で問題数を合計しますと、えー、正当可能性が高いだろうというのが8問で中位が10問で低が2問くらいですかね。まあ、これはあの、まあ、いつも言ってることですけども知ってるか知らないかでそれぞれの えと解いた方の感触とは異なることもあると思いますでまあ正当可能性が高いものは、えー、全問解いてほしいなとで正当可能性が中くらいのものが10問あるんですけれども6問から7問解いてほしいなとで正当可能性が低いのは、まあ、これはなく取れなくてもしょうがないですよね。なので、えー、これ合わせますと、えー、大体14問から 15問ですねなので点点から75点取ってほしい感じですねまあたい毎年75から80毎回ですね取ってほしいなんていうことを言ってますけれども今回はそれに比べるとかなりまあ難しかったんじゃないかと思います。あの そんな条文ないよっていうのは罰の足で。出されたりですね、いわゆる捏造条文っていう。だからこう、なんとなくこう。その足を罰で切り切れないっていうか、嫌な感じが残る足が。多かったんじゃないかというふうに思います。で。えー、どれぐらいの。ええ、正答率、まあ、平均ですよね、平均。どれぐらいになるかっていうのを見てみますと。 えっと、まず平成26年の12月27年の5月というのがこの50点何パーセントというのはだいたいこれがあの標準的な難易度の回なんですねでそれが平成27年12月と平成28年の5月というのがこれがものすごく難しかった年です47.4パーセントとかあとまあ28年の5月に至っては45.9パーセ、ま、ン、あ、ト企業法の平均がですね本試験の平均が こんな点数にれっ,ってます、ね、でこれってのはあの金融商品取引法が2問とも難問だったというので、まあ、こういうすごく低い平均になったわけですね。でその後、まあそれの反省があったのか今度過度に優しくなってしまったのが平成28年の12月で60.7%っていうふうになってましてこの年だけですよね。この年だけが 企業法があまりにも優しすぎたので全体のボーダー合格点が高くなってしまったっていう影響を及ぼした唯一の回ですねでその次の平成29年の5月も比較的優しい問題が取材されましたで前回平成29年の12月というのが 50. 点何パーセントっていうのでここでまあ標準的な難易度に大体戻ったんですよね。 これでまあ2回ぐらいこう同じ傾向が続くのがえ常なので今回もまあそこそこ優しいのかなと思ってたらですね今回こんな難しい問題出ましてこう史上一番難しかった平成28年の5月45.9%これよりはまあ取れるんじゃないかとは思うんですけどもでもまあ平均でいくとまあこれ単なる予測ですよ 46.。46.5%から47%ぐらい。 えー、これぐらいの難易度なんじゃないかというふうに思いますただまあこれも毎回言うことなんですけども結局あの家業法だけで合否が決まるわけじゃありませんので結局まあ他の科目というのがどれぐらいの難易度であったかという兼ね合いで、えー、合格点ボーダーは決まってくるわけですよねまあ、ここご覧のようにですねまあ、この 平成28年の12月だけはこう確かに全体の合格点を押し上げるという影響力ありましたけどもそれ以外の年というのは企業法の平均点難易度と全体のボーダーというのは全然関係ないですからねなのでまあ企業法だけの話ですけれどもまあ今回は相当難しかったなという感じはいたします。それではえっと時間をが許す限り何問か。 えー、ちょっと解きにくかった問題を中心に、えー、見ていきましょう、えー、まず問題1から見ていきましょうか、えー、問題1はですね「証、えー、人および証行為に関する次の記述のうち最高裁判所の判例の趣旨に照らして正しいものの組み合わせとして最も適切な番号を一つ選びなさい、えー」判例を問う足がなんとですね11市11詩も出てたんですよね。 これはまあ史上最高ですね。えー、今までこんなに聞かれたことはなかったですよね。で読んでいきますとあの足中小企業と共同組合法に基づいて設立された信用共同組合は商人ではない。えー、これ商人じゃないっていう判例があるんですけどもこれは知らないとなかなかわかんないんですよね。ただまあ共同組合っていうぐらいですからその。 組合員の利益を図るものであって対外的に営利活動するんじゃないんじゃないかっていうぐらいのこうイメージで丸つけてってもらうしかないんじゃないですかね井ノ端宅地建物取引業者は民事仲立ち人であるからこれ判例あるんですよねじゃあ商人ではないかっていうとこれはあの民事仲立ち人も商人であるっていうのは講義でもお話ししてると思います。 例えばまあ結婚相談所なんていうのは民事仲立ち人ですけれども商法の規定は適用されますよとただ各、えー、論の仲立ち人の規定は適用されませんけどねっていうそういうお話はしてると思います。で尾の足これはまあ有名ですよね質屋、えー、営業者の金印貸付け行為は銀行取引ではないから営業的商行為ではない、えー、丸ですね。でまあここまでで答えは出るんですけども絵の足これもちょっとまあ難しいっちゃ難しいですね。土を買い入れて これで瓦を製造販売する営利行為は絶対的商行為ではないかっていうとこれ絶対的商行為である購買実行売却に当たるわけですね。つまり何か原材料を仕入れてその原材料を使って製造するあるいはその原材料を加工するそういう工程の後に売却するという行為利を乗せて売却するという行為もそれもありま 絶対的商行為である投機購買実行売却にあたるんだということなので絶対的商行為でないとしてるこれは罰だってことですよね。えー、よろしいでしょうか営業的行為の,あの他人ののためにする加工っていうのとこう混同しないようにしなきゃいけない問題でしたよね。では次問題2です。えー、問題2は、えー、会社の使用人または代理証に関する問題ですね。 あの足支配人は会社の許可を受けなくても他の会社の監査役になることができるとこれはできるんですよね支配人というのは商業使用人ですからまあ要するにサラリーマンですから基本的にはアルバイトしちゃいけないんですけれども、えー、その中でも特にまあ取締役とか執行役になることはできないですね他の会社のこれに対して監査役についてはそういう規制がありませんのでなることができるということですねで、イの足ウの足これがその規定なしの足なんですよ 井の足会社はその使用人に対し当該会社の事業に関するある種類または特定の事項を委任したときはその旨を登記しなければならないこれはあの当該会社の事業に関するある種類または特定の事項の委任ですからその委任を受けた人というのは支配人に当たらないわけですよね。で支配人については登記しなきゃいけないんですけれども支配人より下のです、ね、商業使用人については登記しなきゃいけないって規定がないと。なのでこの井の足は誤っているということになるわけですよね。 右の代理省は会社の許可を受けなければ他の会社の使用人となることができないこれはこんな規定はなかったですよねって代理省というのは独立の承人ですからねっていうことですね。で絵の足代理省は取引の媒介をした時は遅滞なく会社に対してその旨の通知を発しなければならないこれは16条にありますからこの足はそんなに問題ないですよねの、e、の足右の足ががちょっと嫌な感じが残るそういうい問題ですね。 で問題5種類株式ですけれどもこれもあの足なんですけれども種類株式発行会社においては発行可能種類株式総数の合計数は発行可能株式総数と一致しなければならないこれはあの一致しなければならないという規定がないんですよねこれなんとなくそれは全部種類株式の数足したら発行可能株式総数にそれは一致しなきゃいけないんじゃないかと思っちゃうかもしれませんけども えー、そういう規定がないというのでこれも講義でお話ししてたところだとは思います過去問でもこれ出たことが確かありますよね過去問の足でもね <laughs> で、次は問題7ですね株式の併合に関する問題ですこれも規定なしが嫌なとこですねあの足と n 足あの足 株式会社が2株,2株を1株に併合する株式の併合を行った場合当該株式会社は発行可能株式総数を2分の1に減少させるとい旨の定款変更をしたものと見なされるなんて規定がありますかっていうとありませんで絵の、ね、足も株式会社が株式の併合を行う場合当該株式会社の資本金の額は当該併合の比率に応じて減少するなんて規定はありませんねっていうことですね。 では次問題12内部統制システムの問題ですねこれは絵の足が会社法施行規則の118条2号という条文がありますよっていうところを、えー、押さえといてもらえばいいですね。会社則の118条 2号ですね規則聞い,たのは聞いてるのはこの足だけじゃないですかねそういう意味の細かさっていうのはまあこれだけなんですけどねはいではいきましょう。 で問題14計算連結計算書類に関する問題です。であの足、まあ、これは会計士の皆さんだったら間違わないと思いますけどこんな足はないんですね連結計算書類を作成した株式会社は計算書類ではなく連結計算書類に基づいて分配可能額を算出しその範囲内で上記の配当することができると、まあ、そんなことできちゃったらとんでもないことになっちゃいますからね <laughs> まあ規定がないという,う今回多かった出題の傾向ですね。 では問問題題資本金金準備金に関する問題でする、ね、でね、まあ、これは条文はずっとあるんですけれども絵の足ですねの足資本金の額の減少の向こうの訴えにかかる請求を任用する判決が確定した時は当該資本金の額の減少は当該資本金の額の減少の効力発生日にさかのぼって効力を失うかっていうとこれはあの 講義でもお話ししていると思うんですけども会社法の制定前はこういうふうに解釈されてたんですねところが会社法の制定で将来校が明文化されましてこれについては839条そして834条5号で将来校であるということですね では問題17に行きましょうか、えー、最高裁の判例ですねであの足最高裁判所の判例によれば事業の全部を休止している株式会社がその全部の資産を譲渡する場合で譲り受け会社が譲渡会社の事業活動を受け継がない時は当該譲渡会社の株主総会決議の手続きを要しない。 まあ要するに事業譲渡ですね事業譲渡にあたるかどうかという判例の3要件その中の要件の2つ目を聞いてるわけですよね。譲譲り受受けけ会社が譲渡会社社がが渡の事業活動を受け継がないというでこれはまあ要件の任期かけますからだから事業譲渡にあたらないしたがって株主総会決議の手続きを要しないということになるわけですよね。 ところがこれ前段部分がね足の前半部分が事業の全部を休止している株式会社がその資産の全部を譲渡するなんていう聞いたことがない話が出てくるわけですよだただまあこれも聞かれてるところがこのマークしてある譲り受け会社が譲渡会社の事業活動を受け継ぐか受け継がないかというところが判例のその3要件といいましょうかまあその 事業譲渡にあたるかどうかということの判断基準として一番重要な部分であるということですよね。絵の足、これも判例ですね。最高裁判所の判例によれば、事業譲渡について譲渡会社の株主総会決議の手続きが必要であるのに、それを経ないまま事業譲渡が行われた場合、そのことは当該事業譲渡契約の無効原因であるが、そうですよね、無効ですね、えー。問題はその後です。譲り受け会社がそのことについて善意かつ無重過失であったときは、 当該譲渡会社は当該事業譲渡の無効を主張することができないかと。これ実は論文の問題書には載ってるんですけれども、もしこういうような相対的な無効というのを主張権者の制限というのを認めてしまいますと、譲り受け会社というのはものすごくこう、えー、不利な立場と言いましょうか、その中ぶらりな立場になってしまいますよね。とりあえず譲渡会社から無効を主張されるまでは、 その事業譲渡というものが有効であることを前提に譲り受けた事業について事業活動をしていかなきゃ継続しなきゃいけないとところがいつそれがですね譲渡会社からそれが無効だっていう主張が来るかわからないとでそういう不安定な立場をじゃあ脱するためにはどうすればいいかって言ったら譲り受け会社の方からも無効主張してもうきっぱりそれで型をつけるというような 手段がなきゃまずかろうということですねそれがまあ判例なわけですよねだからこの判例への足はこれは罰だってことになりますわねでは次問題十八を見ておきましょう九州分割における株式買取請求ですねでこれは井の足の最高裁判所の判例ですね最高裁判所の判例によれば 九州分割により、えー、企業価値の増加が生じない場合株式買取請求にかかる株式の買取価格である公正な価格とは原則として九州分割契約に定められていた九州分割の対価が公正なものであったならば株式が有していると認められる価格を言うと、えー、いうことですけれどもこれは、えー、そういう判例はないっていうところですよね。 ちょっと待ってねそれでいいですよねここはね、えー、そういう判例は、えー、ありませんということでいいですよね。はい、で次が、えー、ここから検証法2問ですね。 で、第十九問は有価証券届出所に関する損害賠償責任の問題です。で、これはまあ、それぞれ条文があるんですけどね。あの足、虚偽記載について、故意または過失がなかったことを証明したときは。届出者である会社は損害賠償責任を負わないかというと、まあ。こういう面積規定はないっていうことですね。十八条一項ですよね。禁書法のね。 18条1項です井ノ端、有価証券届出書にかかる監査証明において当該監査証明にかかる書類について記載が虚偽でない旨の監査証明をした公認会計士または監査法人は当該監査証明をしたことについて故意または過失がなかったことを証明したときは損害賠償責任を負わない。これはその通りです、ね、21条2項2号ですすねね条条項項号 2号では宇野橋有価証券届出書の届出者である会社が負う賠償責任の額は損害賠償の請求権者がその請求時前に当該有価証券届出書に係る有価証券を処分した場合においては請求権者が当該有価証券の取得について支払った額からその処分価格を控除した額を下回ることがあるこれありえますよね19条2項ですね。 の足賠償責任にかかる請求権は、えー、虚偽記載を知ったときまたは相当な注意を持って知ることができるときから6か月間これを行使しないときは証明するとこれはまあ6か月はいかに言っても短すぎるなということなんですけどこれだから3年間なんですね20条前段に規定があって3年間であると。 いうことですねまあ、これもちょっとやや細かいっすよねで最後問題20を見ておきましょう、えー、有価証券報告書ですであの足当該会社の株主総会において決議事項が決議された場合当該会社が提出しなければならない臨時報告書には当該決議における議決権行使結果を記載しなければならない <laughs> これはあの <laughs> 禁止法は24条の5の第4項で開示不礼っていうところに飛ぶわけですけども開示不礼の19条2項9号の2波っていう、まあ、細かい条文なんですけどもその規定に該当するんですね。これは細かいですよね。で井ノ氏当該会社の親会社の異動があった場合当該会社は臨時報告書を提出しなければならない。これはまあ開示不礼の19条の2項の3号なんですけどこれは多分。 そううだなと思うと思思うんですよ。は多分まあこれ当たるだろうなと。<laughs> で宇野橋当該会社の社外取締役の異動があった場合当該会社は臨時報告書を提出しなければならないかっていうと社外取締役ですからねそんなに重要性ないですよね。これも開示フレーの19条の2項, 2, 号 2, 項9号2項9号で代表取締役の場合だけその場合は臨時報告書を出さなきゃいけないと。 いうことになってますけどもこれも大体まあ社外だからいらないんじゃないっていうところは分かるとは思うんですけどね。いうの端上場会社の株券等につき当該上場会社以外の者のが公開買付を行うことを広告したときは当該上場会社は公開買付届出書を提出しなければならないこれは上場会社じゃなくて当然それは公開買付け者でしょっていうことですね。27条ののの第2項ですよねだだからこれも、まあ、<laughs> 罰だっていうのは わかるとは思うんですけども、ただまあこれやっぱりちょっと迷う問題なので正当可能性は低かったんじゃないかなというふうに思います。はい、えー、まあこんなところですね。でまあいつもお話しすることですけれども、もちろん企業法一科目で合否が決まるわけでもですね、企業法の難易度というもので全体の膨大ラインというのがまああんまり上がったりも下がったりもすることはありませんので。えー 担当の合否はその相互点で決まるということですから、まあ、企業法の段階で一喜一憂することなくですね、えー、次の科目最後の科目まで、えー、その回答相互法が出るまでですね、えー、見ていただきたいというふうに思いますでまあ全科目出てもですね結局そのうどうだが何点になるかっていうのは、まあ、最終的には蓋を開けてみないと。 わからないことですのでですのでまあ,あのそこそこの点数を取ってればですねもうあの8月の論文までそんなに間がないですからねですから、まあ、できるだけ体制をもう整えてですね論文式試験の勉強をしていただければその方がよろしいんじゃないかというふうには思います。ということで企業法はここまでといたします。 どうも皆さんお疲れ様でした。